皆さんこんにちは。今回紹介するのは、日本の女優、グラビアアイドル、スーパーガールの元メンバーの浅川菜奈さんです。1999年4月3日生まれ、埼玉県出身、エイベックス、マネジメント所属。かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦の映画版で、藤原千佳役を演じたことでも有名な、菜奈さん。藤原初期といえば大きなおっぱいですが、菜奈さんも素晴らしいおっぱいをお持ちですよね。そんな気になる菜奈さんの3サイズですが、残念ながら公表されていません。そのため今回もネット上の予想3サイズを一番最後に発表しますので、頭脳ではなく股間で考えながら最後までご覧ください。小学生の頃からスーパーガールズや AKB48 などのアイドルが好きで、ABEX アイドルオーディション2012に応募し、2012年5月19日に開催された最終選考での合格を経て、アイドルストリートのデビュー候補生であるストリート生に3期生として加入し、スーパーガール生誕2周年記念スペシャル&アイドルストリートカーニバル2012で、ストリート生内のチーム E ストリート東京のメンバーとして初披露されました。そして同年12月25日に、アイドルストリート第3弾グループジェムのスターティングメンバーに選抜されたことが発表され、それ以降、ジェムの正式メンバーが決定するまでは、ジェムスターティングメンバーとしての活動とストリート生としての活動を並行していました。しかし、2013年6月11日に開催された、スーパーガール生誕3周年記念スペシャル、アイドルストリートカーニバル日本武道館、超絶少女たちの挑戦2013のステージ上で発表されたジェムの正式メンバーからは落選してしまい、その後はストリート生としての活動に専念し、フィアスホームの CM に出演や、静岡朝日テレビの情報番組、ピンクスのイメージキャラクター、2代目コピンクに選ばれるといった、個人としての活動の幅を広げていきました。そして、そんな地道な活動が実を結び、2013年12月22日に開催されたアイドルストリートカーニバル2013、ウィンタークリスマススペシャル、これが私のアイドル道に出演し、2014年2月23日にスーパーガールの新メンバーとして加入することが発表されました。また、グループ活動の傍ら個人活動の幅をさらに広げ、2015年6月に発売された週刊プレイボーイ27号では、本格的な水着グラビアに初挑戦しており、千年に一度の童顔巨乳と話題になりました。その後もアイドル活動をしながら、たくさんの雑誌のグラビアを飾り、2017年3月には2016年に発売された雑誌や電子雑誌で表紙を飾った回数が多かった女性が選ばれる第3回カバーガール大賞のコミック部門賞を受賞しました。そして2017年1月には初写真集七色を発表し、同写真集のテーマ等身大にかけたリアル等身大バージョンを同年3月に発売し、2018年4月には初のイメージ映像作品お待たせしましたを発売しました。たくさんのおかず提供助かりますね。2019年1月11日開催のスーパーガールスーパーライブ2019新たなる道へをもってスーパーガールを卒業し、その後はグラビアアイドルや女優として数々のドラマや映画に出演し、2019年には日経エンタテインメント11月号で発表された2019年映画&連ドラ出演主演数ランキングと20代以下女優主演数ランキングで第1位に輝きました。趣味は少女漫画を読むこと、インドカレーや巡り、ゲーム、二次元などであり、休日は家にこもって一日中ゲームをしたり、漫画を読んだり、録画していたアニメを見て過ごすこともあるそうです。また、少女漫画は1ヶ月で68冊も買ったことがあり、少女漫画ソムリエを自称するほど好きなようです。そして、ドラマ版先で、原村のどかを演じた際には、原作漫画の読者である菜奈さん自身が、同役の特徴である巨乳を強調するために制服をきつくし、本作の履いてないを表現するために、スカートを短くしてもらって役作りに挑んだことを、キャストコメントにて明かしており、原作漫画、アニメ版ともに好きだという、かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦の映画版で藤原千佳を演じた際には、アニメ版で、声優の小原好美さんが演じた、同役の声色や話し方なども意識して役作りをするこだわりを見せたそうです。それでは最後に、菜奈さんの予想3サイズを発表します。上から88、61、85の E かライフカップという予想が多いようです。さすがの千年に一度の童顔巨乳ですね。
ロリ巨乳でしか得られない栄養があります。ということで、今後も目が離せない、活躍されること間違いなしの朝川奈々さんをこれからも応援していきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは素敵な女性のエピソードを紹介するとともに、えりすぐりでちょっとエッチな写真も交えて紹介していきます。この動画を見てロリ巨乳から栄養を得た方は、ぜひチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。それではこの後は奈々さんとの二人っきりのお時間をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。